フェンダーミラー。フェンダーミラーとは、自動車部品の一つで、運転者が後方及び、後速方を確認するためのミラー、バックミラー。法令では、あと、写し鏡と定めるのうち、車外ボンネットの前方端に装着されるもの、同、車体外語写し鏡に含まれるに対する故障。通常は、左右一体で装着されている。かつて、日本では、法令により、 ボンネット付きの車両にはフェンダーミラーと決められていた。例外的にボンネットのないキャブオーバー車だけはドアミラーも認められていた。日本における多くの市販車はフェンダーミラーで、特に乗用車はフェンダーミラーのみとなっていた。一方その当時、アメリカ合衆国などではドアミラーが主流となっていた。フェンダーミラーを義務付けている日本の法律は、 日本国外の自動車メーカーにとっては、非完全障壁となっており、規制緩和が求められていた。1983年、昭和58年に規制が撤廃されると、世界的には稀であり、デザイン上も好まれず、製造コストもかかるフェンダーミラーは、急速に減少した。現在では、ドアミラーが主流となり、一般の乗用車において、 フェンダーミラーのオプション設定はごく少数になった。また、初代日産、レパードのパルサー販売使用者である、レパード TR-X、TR-X は、トイ X の略。2は、ワイパー付きフェンダーミラーが装着されていたが、ドアミラー使用者が登場した後こちらも装備から消滅している。なお、タクシー営業用のセダンは、トヨタクラウンセダン、クラウンコンフォート、 コンフォートにフェンダーミラーの設定があったが、これらは2017年12月までに生産完了した。2017年からタクシー専用車として登場したトヨタジャパンタクシーはフェンダーミラー専用車である。日本においては自動車のオーナーがドアミラー車を改造してフェンダーミラーを取り付けること自体は合法だが、実際には数十万円もののコストがかかるため現実的ではなく、 そうした改造例は多くない。トラックやバンなどのボンネットを持たないキャブオーバー型ではドアミラーでも距離としては大きな差は生じない。しかしボンネットのある車では安全性の確保の観点からフェンダーミラーはドアミラーよりも有効だとも言われる。フェンダーミラーはドアミラーに比べてより前方に位置しておりドライバーにとっては目の移動や頭のひねり 角度が少なく、視線の移動を素早く行え、疲労も少ない。その一方で、ミラーが離れるため相対的に胸像は小さく見える。また、フェンダー側面からドア側面にかけての視界も確保され、視覚が少なく、車服、車長感覚の補助という効果もある。空力的に有利で、レーシングカーにもフェンダーミラーを採用するチームが見られる。一方で、 鏡面の電動調整機能がない場合は、鏡面の調整を行うのに手間がかかること、鏡対取付金具の先端が突起物になってしまうというデメリットが生じる。現在、日本においては、タクシーや公用車、役員車などに使われている。蒸気自由以外に、ドアミラーでは、運転手が後部座席の乗員と偶然に目が合うような状況が発生し、 後部座席を覗き見しているかのように見えて不快感を与えるという問題が発生する。タクシー用車両では助手席側を確認する行為が助手席乗員が運転手から見られているように感じること、トヨタセンチュリーやクラウンセダンなど公用車などでは広報乗員から運転手が助手席と会話しているように見られる、または聞き耳を立てているように見られることなどの理由により、 ドアミラーが選択肢として可能である現在でもフェンダーミラーが主流となっている。パトロールカーでは三菱、ジーテを、中期型を初のドアミラーパトカーとして導入して以降、覆面パトカーを除いた場合、フェンダーミラーではなくドアミラーにするケースが増え現在はドアラーが一般化している。教習車にしてもドアミラーしか設定のない車種が増え、 教習者の世代交代も進んだため、概ね1990年代には普通免許、AT 限定免許含むの教習者に限って言えば、ほとんどがドアミラーになっている。日本で販売されている SUV やミニバンなどには、広報確認のためのドアミラーに加えて、助手席側フェンダー部分に全速報確認のための小型フェンダーミラーが装備されることがある。これは、 国土交通省の定める直前速報司会基準に準拠するものであるサイドアンダーミラー。また、時期的にもフェンダーミラー車からの乗り換えが多かった7代目スカイラインにはドアミラー車の四角い和感を軽減する目的で運転席側をドアミラー、助手席側をフェンダーミラーとした珍しいアシンムトリーミラーがオプション設定されていた、それぞれの形状は至って普通。 限定販売オオーーテテック・ザガートステルビオは、フェンダーミラーををボディに内蔵するる。といいう、得意な構造を採用しているフェンダーーミラーのデザイン性を高めようという趣旨であるが結果としてデザイン的評価は高いとは言えない部品名としてはアウターリアビューミラーイコール外部ごうし鏡が一般的でこれ自体に取り付け位置を示す意味はないアメリカ英語ではドアミラー イギリス英語では、ウィングミラー。その機能から、サイドビューミラー、とも言われ、原則的に、日本で言う、ドアミラーと、フェンダーミラーの区別はされていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。